2本目黒菱、あーまだまだ気持ちいいなこれ。よし、いやー思い描いたターンが描けるねこれ。いいね。いやー、冷や雪も圧雪も両方楽しめるよ今日は。ちょっとやっぱ上に比べると重たいかな。いやーピストン気持ちいいや。あっちのリフオリバンとかすぐこっちのところね、あそこいいよね、うん、かったもん。全然全然普通に、うおウェアのカラーリングのね、ちょっと黄色がからし色になっちゃったよね。次は袖黒からパノラマの方行きます。天気最高、うん、黒川行くよ。はいよ。ふう、あ楽しい。これも飛ぶね。ふうふういっす、よいしょ。うわ、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、うん、いやみんなぶっ飛んでんね。おー、これメンツルだねここ。グラードクワットまだ動いてないですね今日。いい感じに滑った跡が残ってますけど、雪は深いです。膝、お昼休憩を終えて12時半ぐらいですけど、うさぎ平は着々とコブが完成してきております。なんだろうこれ、すごいな。だいぶお昼なんで人が減ってます。滑りやすいですね。スカイライン第2ペアリフトを今乗ってるんですけど、風が強くて運休だそうです。
ご覧のようにすごい雪煙が舞ってます。とうとうアルペンクワッドリフトも止まってしまいました。滑れるところがどんどんなくなっていってます。顔が痛い。風が強いです。今日はもうアルペンクワッドが止まってしまって、もう滑れるところがパノラマしかなくなったんで、パノラマ1本滑って今日は終えたいと思います。まあ今日はいい圧雪が朝一滑れたんで満足です。